大佐、シール10ブラボーチームが全滅した。そうか。突入したヘリはどうなった？2機ともマンハッタン湾に沈んだ。奴らはハリアー2を所持しているようだ。バカな、ハリアーだって。うろたえるな、予想されたことだ。何？彼らがデッドセルを引きつけてくれたおかげで君の潜入は成功し、敵の戦力も把握できた。全てフェイントオペレーションだったっていうのか？ライデン、落ち着くんだ。これより任務は全て君一人に託されるんだぞ。しかし迷ってる暇はない。奴らが突入の報復を行うことが考えられる。人質の命が危ないと。それもある。だが同様に警戒すべきなのはビッグシェルが爆破される可能性だ。爆破によって発生する有毒物質が周辺海域一帯に拡散すれば、湾内だけでなく沿岸部への影響も計り知れない。環境回復には何世代もかかる。ライデン、作戦を変更する。大統領の救出は後回しだ。彼らがビッグシェルに仕掛けた C4 を除去してくれ。一刻も早くな。大佐、俺には爆弾処理の経験はない。ブラボーチームとともに爆弾処理の教官が降下している。シール10の作戦では C 脚に残ることになっていた。まだそこにいるだろう。これもシミュレーション通りなのか？何を言っている。 C 脚に向かうんだ。彼を探せ。了解。だがその前に一ついいか？なんだ？奴らはデッドセルは何者なんだ？あの女、弾が当たらなかった。さっきの吸血鬼といい、そう、悪夢を見ているようだ。ジャック、しっかりして。ああ、ローズ、君がこのミッションに参加していることも信じられない。いつ目が覚めるかと。ライデン、これは現実だ。目が覚めることはない。あまりにも全てが現実離れしている。まあそうだね。私は覚悟を決めた。悪夢でも現実でも私はあなたを見てる、最後まで。分かったよ。君だけはローズだけは夢であってほしくないものだ。色恋沙汰と SF といろいろ入ってくるね。はーい。ジャというわけで、特にサイファーがいそうな感じでもないですね。ちょっとこのまま。お、チャフ。助かる。ここがシート？シート？シー客。食堂。お腹空いてきた。はいはい。これ見れないか、ここからじゃ。いないね。こっちはトイレか。あ、なんか、え、誰かいるわけじゃないのか。あ、自分で流したのか今。あ、センサーか。お、もう結構精細な画質ですね。ほら、さすがプレステ2や、かつ HD 版や。というわけで、ただのトイレでした。ってことはこっちは、こっちもトイレですね。って聞いたりしないよな。お、ペンタゼミン。特にこれといったものはなかったですね。ここ左はいけない。こっち、ああ、敵がいるね。動くな、撃つぞ。こう、警官。いや、 NIPD ではない。ブラボーチームと共に来た。あんたはシール10の連中はどうだった？
全滅した。全滅。なんか悪い人じゃなさそうだ。まだだ、動くな。大丈夫だ、その男は敵じゃない。おう、またプリスキンか。あんたは？ああ、私はピーター、ピーター・ステルマン、インディアンヘッドの教官、 NIPD 爆弾処理班の顧問でもある。そう、そして今回貧乏節を引いた哀れな老人。かわいそう。引退したと思っていた。ああ、このざまだからな。有名な教会を一つ消滅させた。もちろん人の命も。あいにく私はこの右足一本で済んだ。あんたが爆弾処理の教官？若いの、この先生を知らないとは。爆弾解体のどの教本にも出てくるぞ。まあ、最近の若い者は知るまいって。引退したあんたがどうして？今回のテロリストの一人に私の教え子がいる。爆弾王ファットマン。わずか10歳で原爆を組み立てた爆弾マニア。やつは私が作った。それであんただ。私はこの体だ。現場で指示を与えるはずだった。しかしその作戦も失敗だ。いや、そうでもない。ここに爆弾処理に精通したプロが少なくとも2人はいる。あんたらシール店の人間か？突入前のブリーフィングでは見なかったが。あ、別動隊なんだ。俺はプリスキン注意。よろしく先生、あえて光栄だ。プリスキン注意、爆弾処理の経験はあるのか？俺なら大丈夫だ。そっちの若いのにも手伝ってもらう。人手が足りない。いや、俺は…いや、俺は…ライデン。面白いね。変わったな。だな。他に生存者？私と一緒にもう一人の技術者が。技術者？痩せた男だ。私たちと一緒に降下したんだが。その男は？さっきの騒ぎの間にどこかへ。殺された？いや、遺体は見ていない。そうか。ビッグシェルのセキュリティシステム設計者ということだった。なぜ民間人を？ここは全てがコンピューター管理されている。設計者の彼がセキュリティを解除する役目だった。そんな話があったな。めっちゃオタコンっぽいな。政府発行の命令書も持っていた。とりあえずそいつのことは置いておこう。今は奴らの仕掛けた爆弾をどうにかすることが先決だ。シール10の爆弾処理班は全滅した。うん、だから俺たちだけでやるしかない。悪いが爆弾処理の経験はない。ちょっと待ってくれ。おいおい、またボスに相談か？ライデン、スティルマンが無事だったのは何よりだ。彼と協力してビッグシェル内の C4 を解除してくれ。あいさ、俺は爆弾解体の訓練なんて受けたことがない。大丈夫だ。そこにいる男は爆弾処理の専門家だ。超一流のな。彼の指示に従ってくれ。ただしライデン、こちら側の素性やミッションについては一切話すな。スティルマンと一緒に技術者が降下したという話は本当なのか？いや、我々も聞いていない。シール10の独自行動だろ。そんなことより先ほどの突入に対する報復が考えられる。爆弾の除去を急いでくれ。大佐、爆弾解体など俺にはできない。ジャック、私。ローズ。大丈夫、あなたならできる。いちいち口挟んでくるな、ローズ。確かに爆弾解体の VR 訓練は受けてはいないが、 C4 の取り扱いは訓練済みだろう。 C4 を仕掛けるのとはわけが違う。大丈夫、できるわ。あなたなら。やかましいな。結論は出たか？深刻に考える必要はない。君たちにやってもらうのは正確には解体ではない。あくまでも爆弾の一時的な凍結処理だ。所詮解体除去は素人には無理な話。いいか、見てろ。これが C4 爆弾。おい、今起動状態だ。爆弾が鼓動しているのがわかるだろう。こいつにこれを吹きかける。どうだ、簡単だろ。とにかくこのスプレーで起爆部分を瞬時に冷却する。どれくらいこの状態が持つんだ？この状態で爆発することはありえん。
このまま放置しても24時間は大丈夫だ。なるほど。それだけ持てばことは足りる。人手があればちゃんと解体したいが仕方あるまい。スプレーの飛距離は数メートルだ。床や壁、天井、机の下、あらゆるところを探すんだ。爆弾をセットした人間の思考を思い描け。いやこれ探すの大変そうだな。教え子じゃない。何か爆弾の位置が分かるものはないのか。これを持っていけ。俗に言うイオン液動性蒸気探知機の一種だ。シオン爆薬から発生する気化ガスを検知する。なんだって。つまり人間には感知できないシオンの匂いを嗅ぎつけるということだな。そうだ。君たちのレーダーにリンクするように調整した。シオンが発する匂いが視覚化されてレーダーに表示される。これを常に装備してレーダーに注意するんだ。匂いがないシオンがあったら。私はファットマンをよく知っている。あいつは自分の美学にこだわる男だ。サインか。そうだ。あいつは作った爆弾に必ず自分の使っている香水を振りかける。例外は一つもない。センサーはその香水の匂いにも反応するようセッティングしてある。ガバガバですね。教えたのか。いや、あいつ自身のこだわりだ。あいつは法にも常識にも従わない。だが自分で決めたルールにだけは従うやつだった。あいつには何もかも教えたつもりでいた。子供のいない私には親子同然の関係だった。あいつには優れた素質があった。あいつは特別だ。あいつほどの才能は見たこともない。インディアンヘッドでも特別扱いだった。いつしか奴はファットキャットと呼ばれていた。それがいけなかったのかもしれん。最も伝えなければならなかったことを伝えられなかった。人には語り継がなければならないことがある。それを間違いないことだ。そうだ。私はあいつに技術しか伝えてやれなかった。何としてもあいつを止めなければならん。そのセンサーとやら効力を見せてくれないか。そうだな。見ていろ。スイッチを入れる。レーダーに映っているだろ。これがC4から発せられる爆弾の匂いを視覚化したものだ。ああ、ふわっとしてるな。文句を言うな。ないよりマシだ。センサーを起動してそのエリアを探してくれ。わかった。だが忘れるな。このセンサーを使うにはレーダーが必要だ。必ず各客のノードにアクセスしレーダーをオンにするんだ。あと敵には見つからないことだな。敵に発見されるとレーダーは効かなくなる。そういうことだ。我々がいるこの C 客にもバットマンは C4 を仕掛けているはず。この近くに。ここの構造は分かっている。奴がこのプラントをビッグシェルを破壊しようとした場合。分かるのか。もちろんだ。奴に技術を教えたのは私だ。奴の発想は私の理論。爆弾は一種の思想だ。場所や時代には左右されない。ビッグシェルは六角形のユニットが南北につながっている。それぞれの脚部、つまり六角形の各頂点に最低一箇所ずつ C4 が仕掛けられているはず。ここにダメージを与えるには最低限それだけ必要だ。シェル1に6箇所、シェル2に6箇所、少なくとも計12箇所。ビッグシェルの構造と材質、理学上から見ての結論だ。もちろん奴も同じ結論に達したはず。若いの、このシェル1の方は頼む。俺はシェル2の爆弾を解体する。これを持っていけ。お、セキュリティカードだ。これは？ここの職員のセキュリティカードだ。ビッグシェルはレベル別のセキュリティシステムが敷かれている。それぞれ扉に書かれたカードナンバーに対応している。ライデン、君のカードはセキュリティレベル1の扉を開けることができる。ブリスキー、すごい虫飛んでんだよな。だ、隣のシェル2へ行くにはレベル3のカードが必要だからな。どうしてこれを？一緒に来た男から預かった。本来なら彼がここでさらに高度なセキュリティレベルに侵入できるカードをプログラムするはずだった。したがって全てのエリアに入れるわけではない。残りのセキュリティは個別で対応するしかないな。さて行くか。親父さんはここで待っていろ。いや、私も行く。
俺たちだけで十分だ。しかしその足でついてこられても邪魔なだけだ。まあそうだな。ここは戦場だ。じいさんの重りをしている余裕はない。厳しいな。なあ、ここは俺たちに任せてくれないか。あんたは当初の作戦通り無線で指示をくれればいい。わかった。私はここでサポートをする。まさかのための準備もしておいた方がいいかもしれんしな。まさか。二人とも頼むぞ。かなり危険な任務だが。危険を犯す者が勝利する。何かあれば無線連絡をしてくれ。周波数は 140.25 だ。若いの、お互い頑張ろうや。なんか前回よりもちょっと軽い雰囲気があるね。あの男、シールズではない。海軍の人間ではないな。え？センパーファイ、常に忠実であれ。ジャヘッドの言葉だ。通常ヘッドホンで指示を与える隊長は CP にいる。シールズでは士官が現場に粘ることも稀だ。さらに危険を犯す者が勝利するは SAS の言葉。彼もテロリスト？いや、そうは見える。どちらかといえばあんたの方が怪しい。俺は…まあいい、爆弾を頼む。落ち着いてるな。時期ここにも敵兵が戻ってくる。この貯蔵庫にしばらく身を隠しておく。中から鍵をかければ安全だろう。食料もたくさんあるしな。私のことは心配せんでいい。ここから無線機で指示を出す。頑張れよ、若いの。おう。爆弾解体は己との勝負だ。恐怖に飲まれるな。恐怖に屈した時闇に引き込まれる。